はい、どうも皆さん、こんにちは。スーパーネコパンチです。今日はですね、おしゃれゲーマーのための髪型が崩れないヘッドセット特集っていうのをね、やろうと思ったんですけれども、探してもそんなもの売ってませんでした。なので今回は自分で作っていこうと思います。で、いろいろ調べたんですけれども、後付けのマイクっていうのがあるんですね。で、こちらのモッドマイク5。これね、海外で結構有名な後付けマイクなんですけども、例えば音響用のね、ヘッドホンとか、そういうのに結構高音質のマイクをつけることができます。で、それにこちらのオーディオテクニカさんのアラウンドザバックバンド ATH-BB500 ですね。こちらを使って、こういうふうに、絵にあるようにこういうふうにね、首の後ろから回して、つけるタイプのヘッドセットになってます。で、音質もそこそこ良くて、こういう装着方法なので、これにこれをつけてヘッドセットを作ろうと思います。これね、実はネックバンドタイプって本当市場になくて、オーディオテクニカしか出してないんですよ。なんでもう本当これ一択か、もう一個ね、確かちょっと待ってね、あったあった、このもう一個がね、こういうもうちょっとちっちゃくて安い方のタイプがあるんですけども、なのでまあ男性はこっちの方がいいと思うんですけども、頭が小さい人とか女性とかはこちらのオーディオテクニカ、これモデルナンバーわかんないけど、まあ2種類しかないんで、そのまま詳細欄に貼っておきますね。で、とりあえずね、こっちとこっち両方とも開けていこうと思います。なるほど、こうなってんのね。おっと、絡まって、こんな感じですね。で、これで後ろから挟む感じ。とりあえずこれはこれで良しとして、今度はモッドマイク5、これを開けていこうと思います。これね、個人輸入で買ったものなんですけども、簡単な英語ができる方だったら買えると思います。よいしょ、なんだこれ、こちらですね。なんかケースに入ってますね。開けると、はい、こうなってますね。で、コントロールかな、なんか多分ミュート用のスイッチかなんかだと思います。なるほど、曲がるのかな、曲がるね。そしてこれがですね、延長ケーブルかな。で、クリップ、なるほど、ここか、こんな感じですね。で、これね、なんか面白いのがここで切り替えられるんですよ。その指向性と多指向性だっけ、そのユニダイレクショナルとオムニダイレクショナルの、切り替えができるらしいです。なので、まあその音をもっとクリアにして、で、雑音も拾う感じだったら、その雑音っていうか、まあ、環境も拾う感じだったら、こっちのこっち側ですね。で、もしその要はいわゆるゲーミングヘッドセットみたいな、ノイズ、周りのノイズとかを入れないようにするんだったらこっちにすると、そういうふうな使い分けができると思います。ちょっと試してみたいですね。あとでマイクテストもしますんで。で、これどうなってんだこれ。あ、磁石ですね。これ磁石でつくんで、多分これをここに 3M のなんか両面テープがあるんで、ここに貼って、で、磁石で取り付ける。で、使わないときは外せるようになってるんですね。はい、とりあえずじゃあ、組み立てていこうと思います。こういうアルコールパッドがついてるんで、その貼るところを拭いていきます。3M のこいつを貼るんだけど、ここら辺だよね、ここかな。はい、こんな感じでつきました。こんな感じでね、ちょっと斜めのところなんだけど、結構斜面なんですけど、まあ、ちょっと間が空いちゃってるんだけどね、結構接着力が強いんで、まあまあ安定してると思います。ちょうどこんな感じになります。で、あとは、このケーブルなんですけども、ミュートボタンをどっちこうか、これミュートボタンか。これトーク、ミュート。で、それにまたこれを刺すと。こんな感じか。なるほど。はい、こんな感じですね。ああ、悪くないな。で、はい、できましたね。で、ここに、付属で買った同じくアンティリオンさんの出しているこれを刺せば、他のブランドのやつでも大丈夫だと思うんですけど、こうして、っとこうする感じですね。あとは、プレイステーション4のコントローラーにこう刺すだけです。
これ大丈夫ですね。まあでもこれちょっと邪魔だったらこういうタイプのやつもあるので、こういうのに、挿して PS4 に挿すと、こんな感じで使います。見た目はこんな感じです。で全く紙に干渉しないのでかなりもうおすすめかなと思います。で次にね、マイクテスト行こうと思います。これ実際に PS4 を使って録音した音声になりますんで、この指向性を変えるやつも両方やりますんで、ぜひ聞いてみてください。はい、マイクテスト、マイクテスト1212、今モッドマイク5のオムニダイレクショナルの、方のテストをやっています。どういう風に聞こえますか。マイクのテストをやっています。マイクのテストをやっています。それではね、ユニダイレクショナルの方に切り替えます。マイクテスト、マイクテスト1212、今モッドマイク5のユニダイレクショナルの、マイクテストをやっています。スイッチで切り替えたので、多分音が変わっていると思います。マイクテスト、マイクテスト1212、どういう風に聞こえてますでしょうか。はい、モッドマイク5のテストでした。はい、いかがでしたでしょうかね。本当これはなかなか狙った通りのものができたと思います。でマイクの音声も思ったより全然良くて、びっくりしました。でこれね、実は海外で流行っている使い方としては、こういうねネックバンドじゃなくて、こういう高級な比較的音響用のこういう HD598 とか、これはクローズなんですけど、オープンのやつとかね、プリンっていう名前でファンの中では呼ばれていると思うんですけど、そういう HD598 とかに、これをつけてゲーム用ヘッドセットを作っている方も結構いました。なのでね、音にすごいこだわりたい方とかは高級なヘッドホンに、こういうのをつけて、まあ簡単ですので、まあプラスチックのところにこうつけてね、使うといいのかなと思いました。特にこのモッドマイク5おすすめしたいと思います。はい、以上、おしゃれゲーマー専用髪型が崩れないヘッドセットの紹介でした。こういうゲーム周辺機器のね動画とか、あとデスニー2の動画どんどんやっていくので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。